んにちは、くーちゃんねるへようこそ。今日は大好きなパン屋さん、じゃーん、石窯パンのパン屋さん、グラティさんに来ております。今日は、石窯パンのプリンデニッシュをご紹介したいと思います。じゃーん、こちらがプリンデニッシュです。ほら、デニッシュの上にプリンが乗っていて、本当食べるととっても美味しいです。で、これ私のパワーフード、これを見ただけでも元気になるけれども、食べるととっても美味しいからもりもり元気になります。そう、プリンパンの歌を作っちゃったぐらいです。で、これお店の人に聞いたらですね、デニッシュはデニッシュで焼いて、でプリンはプリンで蒸しプリンを上に乗せて完成するプリンで、プリンは牛乳で作られるのですが、普通はこのプリンは生クリームを使って、作られているそうです。それで、そう、このお店は博多駅から歩いてどのぐらいかな、10分くらい歩くかな、タクシーだったらすぐです。で、博多にお越しの皆さんはぜひ石窯パンのグラティエさん来てみてください。ポイントカードも持っていて、これポイントカード、ポイント、そう、もう152回も来てるのなので、おすすめです、プリンパン。じゃあ食べてみようか。もうどこから食べようかな。いただきます。ところが一番おいしい、とっても美味しいです、幸せです。グラティエさんのお知らせを概要欄の方に貼っておくといいと思います。美味しいものを食べると、なんかとっても幸せな気持ちになって、そしてなんか元気もりもりになります。皆さんも大好きなものが本当に体にとっていいものと思って食べると、さらになんかパワーが広がる気がするので、大好きな美味しいものを食べて元気いっぱいに過ごしてほしいと思います。今日は石窯パン、グラティエさんからお届けしました。そしたらまたです。くーちゃんねるのチャンネル登録よろしければお願いします。バイバイ。